ではテンポエイトエンアミカあれいきます、せーの、ではテンポエイトエンアミカチコレチコレせーの、ではテンポエイトチコレチコレチコレあまりだこのメンバー異色じゃないですか。俺こっちゃんとこういうの初めて。はい、ここの共通点皆さんはご存知ですか。男と女ですね。ここのまあ顔がかっこいい顔がかっこいいはい、なんとここのお二人さんの共通点なんとヒリアなんですね二人とも彼女がいない。認めてちなみにこだつくん彼女いない歴はちーこれあまりなくん彼女いない21はい、でぐらいお互い彼女がいないんですよ。俺だって恋愛したね、ね、俺だってあのしたいけど、ね、ちゃんあの忙しいから忙しいせえへんだけど俺言い訳が見苦しいところで、あの今回なぜこの2人をお呼びしたかというと、前回太郎と若葉で行った彼氏選手権覚えてますか。あーやっとったな。大したコメントできてない。あっ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 ヒリア二人組でやってほしいっていう。ああ誰やそのヒリア言うコタリザでやってほしいとか、彼女いない組でやってほしいとかっていうお声をいただいたので、今回ヒリアの二人に彼氏選手権してみたー。これでじゃあもうめちゃめちゃモテるってことになります。みんなの同じ声大事なこと考えないで。今回も私とアミカが、まあ、ある、まあ、お題というか問題出した時に、あなたたちはどう対応する、女性に対して。それでこちら、カンニバルウチワで攻めさせていただきますね。あれ可愛いの、モテんの。モテます。あ、アミカたちからモテる。あ、私たちからモテる。あ、喜べちょっと2人だけやったら、こう、同じ人をこう出した時に同点になっちゃうもん。あ、なるほど。そんなにキスにしたいんですよ。ある恋愛マスター女性をお呼びしております。あれもう、美女が良い。いや、あの、2人のタイプぐらいエロい。エロいギャル、俺清掃。ギャル&清掃。でも見た目ギャルなのに中身がめちゃめちゃピュアっていう。ハイブリッドお呼びしております。どうぞ。あ、スタイルいい。あやさん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。落としてきた男性は2歳から100歳幅広いっすね。今回の恋愛マスター、若葉さんです。あ、こっちゃん、ボコボコしっかりいいコメント聞かせてもらいます。あ、リア充の人は大したコメントしないんだったら、もうたくさんいいコメント聞きました。何持ってます。何のことかな。何持ってます。怖いです。じゃあ、早速、やっていきましょう。はい。それでは、第1問。まあ、これはよくあるシチュエーションだと思うんですけど、あなたたちに好きな人がいるとするじゃないですか。もうラブな子にもラブですね。もう片思いしてる子が別に好きな人じゃないですか。あら、しかしその好きな人に振られた女性をどう慰めますか。あ、女性を慰めるの。そう、相手側の男をボコボコにするとかじゃなくてそれをかけじゃん。で、ただ好きな人があなたに好きな人に振られちゃった。網を振られた。振られることないんだけど。ちなみに、あの、タロバはボケてなかったです。ボケてなかった。まあまあガチです。一回ガチで、一発目ガチでいくの。書きましたか。いや、はい、それではさっきに書き終わったあまりだと思いましょう。じゃあ待ってや。はい、どうぞどうぞ。いっぱい俺ちょっと可愛い。近くの美味しいシュークリームさんあるけど行く。あー見てる。わー、しゃー。お酒飲みに行くの
とシュークリーム買いに行くなるほど。いやえでもこれ未成年。いやいや違う、だってさっき大人が聞いたから。大人が聞いたもん。 JKDK だから。オレンジジュースだって一杯って居酒屋に。でもオレンジジュースのパターンもある。それでは今回コタツアメリカどっちか。はい、せーの。うわー、私酒が好きだからシンプルに。酒がシンプル好きだから。えんちゃんが審査員。えんちゃんじゃなかったらもう振る巻きやね。振る巻きやった。あのシュークリームは太るんであんま食べないんで。まず孤独に来た理由はやっぱり落ち込んじゃった時の甘いものとか可愛らしいものを見に行く。例えばペットショップとかもですけど、可愛いスイーツを見るってだけでもテンション上がるんで、女子心分かってるなってなるのはやっぱり孤独くんなのかなって思いますね。若子さん、まずこたつくんの加点ポイント、これはカフェに行く、これはかなりお話がしやすい、しっかり話する場所なんです。それに関してあまりだくん大人の場合お酒が交わるともしかしたらの場合があるので、そこの下心ポイントがマイナスです。誘ってんじゃん。誘ってんじゃん。さすが若子さん。若子さんやっぱ一言のコメントが出てきた。男子の下心がもうめっちゃ見えてるやん。じゃあ次あるかちゃんお願いします。 JK なのでういういしい質問になっちゃうんですけど、はい、よくある靴箱にラブレターってあるじゃないですか。おー、都市伝説ね。そうそう、都市伝説なんだよ。俺ゴミしかなかった。ゴミしかなかった。その靴箱のラブレターを見たら屋上まで来てくださいと書いてました。それを書かれていた時の対応って。対応それ行くでしょ。行くでしょ。まずそれ振らないといけないけど、いや、どっちでも。それはあなたたち次第です。今回チェコさんから行きましょう。再来週の水曜日なら空きあるけど行ける。やばい、シュートか。再来週ってことは3週間埋まってるってことやな。待ってんな。2週間埋まってるってことやな。どっちかやな。モテてるかマジで。モテてるかマジか嫌からどっちかやな。そのドギマギ感。ドギマギ感。はい、じゃあ甘えたくん。はい、スタイルしようかね。声50点、顔マイナス100点。顔マイナス100点。なるほど。2人とも振る側ね。じゃあ、こっちは持ってない。これはどっちでも OK やから。どっちでも OK。 うわ、これ究極すぎ。せーの。あはは、嬉しくないよ、ストレート勝ち。まあ、わからんね。私の意見は、前甘えたやったら、こう、なんていうの、振られたってことでええと思うも、別にもう、じゃあ自分磨きするし、顔だってね。頑張ってね。マイナス100点やったら整形でも何でもしてもうプラスにするけど、他に女おる男は嫌よ。僕別に女おるとは言ってない。昔で忙しいもん。しらごしらご。だって中途半端やん。 OK なのかダメなのかっていうのが気にしてほしかった。確かに、うん、いやもうアミコもエンちゃんとほとんど一緒なんですけど、もう無理なら無理、いけるならいけるってはっきり言ってほしいですよね。まず告白を OK せずに、もう再来週の水曜なら空いてるけどはちょっとダメですよね。ダメですよね。それやったらもう点数つけるのも最低やと思うけど。そうよな。クソやけど無理って言われた方が諦めれるし、もうええわ、見返そうと思う。そうそうそう、なんやねんこいつってなるから、そっちの方がまだマシだ。確かに。若子さん、どうですか。マリサ君のマイナスポイントは、まず人の顔に点数を出で、チムさんは、もう友達でええやん。そうそう、来週の友達やん。結局、遠回しに言うよりすっきっぱり言われた方がどちらでもそういうことやな。まあ、だからといって、アマリザクの方法で皆さんやっていかないでください。本当に真似しないでください。やったー。それでは、若子さん何かシチュエーションありますか。初デート。あら、ちょっと服ダサめやなってやった時の優しい一言。まあ、行動でもなんでもない。お願いします。今日はパリコレました。おー、
でこたつか、近くでカラーラン開催するから行こうぜ。なんでそう、カラーランっていうのはマラソンでめっちゃ色とかつくやつ。めっちゃインスタ映えな。写真ドン写真ドン。なるほど、ね、カラーランっていうの、やっぱこうダサいんじゃなくて変わった格好ってやっぱりこれイメージ強いじゃないですか。マリコレってなんかすごい衣装着てたみたいな、はい、だから、うん、そうちょっと変わったファッションを着てるのかい。ええやん。はい、じゃあコトフ君はなぜカラーラン。あそこって服関係ない、うん、関係なくて着替えるし最悪シャツ。なるほど。でなんかもうおしゃれ関係ないからそれでインスタ映えもできるし、素晴らしい。気に入っちゃおうかな。疑問なんですけど、カラーラインやってなかったらどうするんですか。カラーラインやってなかったら知らないです。来たー、この日にカラーライン絶対探します。どっかある楽しい精神。せーの、パリコレやで。え、なんで。でも私はシンプルにパリコレファッションっていうのピンとこんかって。あ、もし本当にカラーランがやってたらシンプル楽しめそう。デートの一環で面白そうやなと思った。カラーラン連れてって。うん、やった。デートでカラーラン行こう。デート決定や。え、若子さんはなぜ。あ、私はカラーランに行こう。これもうデートを先導握ってる。これもプラスポイントです。リードリード大事。ナチュラルに着替えさすっていう紳士的なところ、それ加点です。加点です。それに対してあまりなくなる。誰にもの言うてんねん。若葉くんとえんちゃんとは全く違うんですけど。一緒の若葉くんって誰。若葉ちゃんとえんちゃんとは全く違うんですけど、逆にそのアミカからしたらこたつくんのカラーランはめっちゃデート楽しみにしてたね。なんで走らされないとあかんのっていう。で、しかももしその子がヒールやった時とか最悪。それカラーランちゃんとあんねん。あ、靴あるよ全部。考えてたらまたちょっと変わってくるんですけど、まあでも今日パリコレファッションって言われたらアミカならあの喜んじゃう。いけてる。そうそう、なんかおしゃれ女。なんかそのアミカからしたらカラーラインよりパリコレの方がピンときたから。あ、逆にね。そうそうそう、だからあ、そういう手があるんかみたいな。これ追加ポイントでチュンさんはインスタ映えを狙ってる。そう、これかなり女の子インスタ映え好き。ねえ、天森くん今後パリコレって言ったらこれ気に入って何回も来られたら困るでしょ。いや、こういうのしたら、はい、パリコレがめちゃくちゃおしゃれやからパリコレファッション共有しそうと思うんじゃない。そういうことじゃなくて、若子ちゃんが言ってるのはそれをパリコレファッションって言っちゃったら、え、そんなにおしゃれってなってそれを何回も着てこられたら困るでしょ。ちょっと変更。イエーイ。飛び飛ぶか思った今一瞬。それでは次しゃこいや。なんと、まあ、彼女ができました。おお、やった。できました。早い。彼女とデートしてる最中、おお、彼女がうんこを踏みました。うんこ踏んじゃった。うんこ踏んじゃいました。うんこを踏んだ時どうしますか。はい、チルさんから言いましょう。踏んじゃった踏んじゃった。先生に言っちゃう。ちょっとあまりたくに寄ってます今。おい、来た、やった。3秒ルール3秒ルール。ああ。けど3秒ルールって食べるやつじゃない。そうそう、だからうんこも3秒から。え、もうついちゃってる。ついちゃってるけどもう3秒からついてないことになってる。むつ。どんぐりのセットだわ。せーの。うわーし、よし、危ない。そう、危ねえ。まあとりあえず靴屋さん行こうかっていう流れにはなりそうですね。それに比べてあまりたくんは3秒ルールって何。まあこれはあまりたくんがもうこれからモテる極意として踏んだなっていうのを気づいたのを気づかないふりして、ちょ、この靴足のサイズ合ってないからさ靴屋さん行けない。で、ナチュラルに靴屋さんに連れてってなんか汚れてるし新しいの買いやって買ってあげるっていうのが、まあ、一つですね。若子さんすごい。これやったらもう私一これです。なぜ甘えたかっていうと、多分私チムさんにチムさんのそのこと言われたら多分決めても初めてのデートで「うん、絶対うんじゃった」ってさ、まあ、そういうのってなっちゃうから、まだ「サムル大丈夫大丈夫大丈夫」って言われてる方が
私のメンタルは保たれてる。アミカはこたつくんみたいな、ふんじゃったふんじゃったら先生に言ったろって言われたら泣きながら帰る。まあ、3秒ルール3秒ルールも相当な相当な、まあ、ふんじゃったって歌われるよりマシやな。消去法なのよ。ちなみに、2ポイントずつです。うわ、次で決まります。これな、じゃあアミカちゃん、面白いことありますか？はい、はい、もうこれはもう男としてもう正解せざるを得ないです。はい、ですね、デートで女の子めちゃめちゃおしゃれしてるのに、実はその子女の子の日が、まあ、その時に来ちゃった、デート中に。あらま、来ちゃって、でまあそんなん言う、そんなんお隠ししてるとかそんな問題じゃなくて、ズボンから染みちゃった、彼女のズボンにオチが、落ちが染みちゃって、もう見えてる状態、そこに。もうそん時の対処法をちょっと、あれあれでも、チーモレってことですね。チーモレー、あら、戦うぞ。今大喜利をするかガチでいくか。では、アメリカと行きましょう。薬局行って、持ち帰って、映画で。ピュアが出てる。ピュアが出てる。優しい。今日ちょっと似てるかも。マジで。では、チュコさん。ちょ、さっき実は俺もうんこ踏んだから落ちる。なんで1個前なんで1個前やー。なるほど。僕はもうデートも同じ日なんで、僕は僕に。あ、あのね。あまりさんはもう旅して。薬局行って、お家帰って、映画デート。チュコさんはちなみにうんこ踏んで、ちょ、俺うんこ踏んじゃったから。持ち帰ろうっていうのは、一緒にどっちかの家に帰るのか、別々に帰るのか、そこも一緒ですよ。当たり前に。その後はどうするんですか？その後はケアまとめた、ケアまとめた、いっせーので。なんで薬局は大事やなって個人的に思った。なるほど。やっぱりね、薬局なんか当たり前でしょ、行くのは。だって書いてないもん。だってそのお家に行く前に行くの、薬局行くのもん。じゃあもう両方一緒や。あー、アミカがあまりでした理由はまあまあ王道やから。そうそう、王道やから。ちなみにそのこたつくんのは、はい、自分がうんこ踏んだだけで帰ろうって言ったのか、わざと踏んでます。それって彼女に正義なことは言わずって感じですか？そうですね。あ、もうそれはダメですね。言ってほしい。彼女はその言ってない、お家帰ってる間にまだ血が出てる。あ、それ分かってて。あ、で、だからそう、教えると薬局行く。あ、教えると、うん、わざわざ言う必要ない。逆にね、素晴らしい。なんかこっそり買ってきて、実は持ってたみたいな。それちょっとやりすぎ。嘘、やりすぎ。若子さんはなぜこっちゃんなのか。そう、まずしれっと直接言うよりかはまだいいかなっていう。なで、映画デートしんどいのに映画を見さすっていう。もし映画デートって言われても多分しんどかったら見れないから、 そのまま寝ると思うし、でも見たい人は見たいと思うから、正味どっちでもいい。なかなか決着がつかないので、若子さん、こちらラストっぽい、ラスト問題でよろしいですか？はいはい、あなたたちにはなんと5年付き合ってる彼女がいます。5年付き合ってる、そろそろ結婚してもいいんじゃないかな。おい、来た。あなたたちはどうプロポーズしますか？バリ恥ずかしい。バリ恥ずかしい。さあ、どうプロポーズするのか。そのちゃんとしてる、ボケを選ぶのか。ボケ、もうそんな不利やん。ちなみに、あまりぞ君は、過去にいる俺はこういう告白をしてるからやつを堂々と来て、おいやんっていう話をしました。あっで、あまりざくん、じゃあ若葉くんが言ってた。はい、それでは今回ラスト問題ということで決まるわよ。せーのでフリップお願いします。せーの、ドン。明日指輪買いに行かんと、ずっと一緒にいてください。ポテヒングありがとう。どっちもどっち。了解、了解。明日指輪買います。ホテリング。
え、だから指輪じゃなくてポテリングを買いに行くってこと。ポテリングって言えばリングが主流だ。あの入るやつも出た。そうそうそう。ミスドイ結局それはほんまにちゃんとして指輪買いに行くの。はい、行くと思います。ポテリングの後にそうね、リザはずっとしててくださいって OK もらって、ありがとうありがとうありがとう。これでって5ポイント取っちゃダメですか。確かに5でと両方3点で終わり。3対3で同点です。頂上戦車ってことはこれ決勝戦があるってことや。ないです。決勝戦できないよ。あんたたちじゃ一生 0.5 で引きずって終わり。だから彼女できへんねん、あんたら。